こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国が珍しく炉の戦闘機を真似して開発している。そのまま使用するかに思われたが、近代化した中国は自国での開発をできるまでに大きく成長してしまった。では、その中国が炉の何を真似るのか詳しく見ていきますね。でも、違う機体に取り込めばよかったのにな。これは、現行のアメリカ海軍では、ノースロップ・グラマン社製の E2。ホークアイ層、機形回帰が担っており、機体の上部中央に特徴的な、円形のレーダードームを持つ同機は、母艦の脅威を事前に察知する役割だ。ちなみに、イギリスの最新鋭艦であるクイーン・エリザベス級航空母艦も、スキージャンプ式の発艦方式のため、こうした固定翼機の E2 ホークアイ層、機形回帰等の運用はできず、それゆえの脆弱さは払拭できていない。翻って中国はといえば、2020年8月のサウスチャイナモーニングポストにおいて、純国産の第5世代ステルス戦闘機だと豪語する。J20 戦闘機をベースに早期警戒機を開発中だと報じられる。第5世代ステルス戦闘機といえば、アメリカの F-22 ラプター、F-35。ライトニングに、ロシアの SU-57、そして中国の J-20 を含め、現状はすべてが、タンザの戦闘機だが、J-20 ベースの早期警戒機は複座だという。しかも、通常の直列タイプの複座ではなく、近年では、稀有な並列タイプの複座形式を採用すると言われており、その意味からも同様の複座配置を持つロシアの SU-34 戦闘爆撃機に近い外観だとされている。ロシアの SU-34 戦闘爆撃機は、2007年頃から運用が開始された機体で、並列複座の左側が操縦士席、右側が兵装担当席であり、長距離、長時間の作戦行動に対応すべく、一説にはトイレなども備えているという。SU-34 戦闘爆撃機には、座席後方のスペースにこのトイレ完備との説があるほか、簡易的なキッチン機能も併せ持つとも噂されているが、いずれも真偽のほどは不明だというのが実情のようだ。SU-34 戦闘爆撃機は、こうした設計上の特徴から戦闘機から派生した戦闘爆撃機というよりは、どちらかといえば、爆撃機にほど近いコンセプトから生み出されたと解釈する見方が大勢を占める。それでも、SU-34 戦闘爆撃機には、対戦闘機戦を想定した空対空戦闘用の機能もあり、搭載する火器管制装置には、これが実装され、兵装である。空対空ミサイルでの視界外から攻撃も可能となっている。さて、中国で J20 の開発に当たったのは成都飛機工業集団公司だが、ここでは前述のように電磁式カタパルトを装備した003型航空母艦用として、複数の J20 のバージョンが開発中だという。J20 ベースの早期警戒機開発も、その中の一つだと考えられるが、
そもそも、カタパルト運用に適合した戦闘機を早期に完成させることが最優先されると見られており、早期警戒機は後回しだろう。それでも、J20 ベースの早期警戒機について、生徒引き工業集団講師は、並列複座という、稀有なレイアウトであることから、大幅な機体形状の変化に言及しており、開発が進行していることは間違いない。J20 ベースの、そう、機械回帰は、あくまでもステルス性能を保持したまま、その利点を生かして、敵との前線でデータを収集し、他の友軍部隊が攻撃に必要な情報を提供する位置づけになると考えられる。このため、J20 ベースの、そう、機械回帰には、最小限の自衛に必要な、空対空ミサイルなどの兵装を、胴体内のウェポンウェイにわずかに、実装するのみとされ、短期での戦闘攻撃機のような打撃力は、付与されないらしい。何にせよ、中国がなぜに並列複座という、稀有なレイアウトを採用した。J20 ベースの、そう、機械回帰の開発を施行しているのかは、判然としないが、ステルス戦闘機初の試みだと強調する意図は感じられる。中国では、瀋陽飛機工業集団が、中心となって開発した J15 戦闘機も航空母艦遼寧等の艦載機として存在しているが、こちらもロシアの SU-33 戦闘機のコピーとされ、両国の対立のもとにもなった。 J20 戦闘機そのものも第5世代戦闘機だと中国は盛んに喧伝するものの、機体前方にカナード翼を持つなど、そのステルス性能については高くないことが、日本などではせめてもの救いとも言えよう。